スノーランナー PC 版をやっていきます。契約、工場メインブロック、前回の続きからやっていきます。キャビンを作るための、資材を集めていきます。放置されている、貨物コンテナを2個運びます。コンテナをキャビン建設現場に保管します。
貨物コンテナを2個、保管しました。次は、2カ所の建物を解体して、板材を4個調達します。解体です。2カ所目です。解体です。
板材を保管します。キャビン建設現場で、キャビンを2個作成します。作成したキャビンを、住宅地に運びます。キャビンを2個設置します。発煙鋼材工場で、パイプ台を2個作成します。作成したパイプ台2個を運びます。
1個目を届けました。メインブロックが完成し、契約完了です。今回の動画はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。